Ready? 雑談です。浜岳です。ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今日は朝からももちゃんが一人で騒いでおり、ももちゃんはね、どうも白い真っ白の猫なんですけど他の猫と折り合いが悪いのか、4匹飼ってるんですけどね、よく喧嘩をするんですよ。よく喧嘩というかね、こう一人で癇癪を起こしてギャーギャー騒ぐもんだから、他の猫が先立っちゃってね、それでもう4匹とも暴れ出すみたいなことがよくあるんですけども、まあ今日も朝から機嫌が悪いですわ。ももちゃんのどうしちゃったんでしょうか、そんなことがありますが、昨日は何をしてたかと言いますと、また打ち合わせをしておりまして、まあやっとネタの形も固まってきて、それからあれですよね、陣内くんで言えばネットを騒がしておるっつってアメトークでね、見ました。そこもまあ見ましていきますか。アメトークで、SNS 気にしない芸人っていうのをやってたんですけども、まあそのやる日に、やる当日のというか昨日かな、おととい、昨日かおとといかにもうまたネットニュース上がっててね、郵便局のネタがどうやって、それを謝罪したっつって、でもそれをね、気にしてない、ネットニュースを気にしてない芸人の気にしてない側で出ているのがどうやってとは言ってたんですけども、まあ気にしてないからあれができるというかね、ぶっちゃけちゃうとね、問題定義というか、こんなこと言う普通っていうのを、まあそれを気にしてるって言ったらね、気にしてるんですけど、それで落ち込むとかは全くなくてあれなんですけども、そんなことを言っておりました。何でした、アメトークでね、でそれもそのアメトークの放送があるんでつって、 なんつうかな、気にはしてましたよ。だからね、気にしない側に出てて、その前日その YouTube でそういう謝罪動画みたいなことをしてるのはどうやとは、そこは気にしてて、そこを気にしてたとかね、そこを気にしてたんですけども、まあなんていうんですか、それを含めたネタというか、なのになーっていうんで、まあ書き込みとか、コメント欄に書いてるのも、それが果たしてなんていうんですかね、どっちかわかんないですよね。こうプロレス的にこう乗っかって、冗談交じりにというかね、こう煽って書いてる人と、本当に本気に許せないみたいな感じで書いてる人と、それどっちかわかんないですもんね、言葉だけだと。まあ面と向かって話してても、このニュアンスね、また冗談っぽく言ってたらわかるんですけど、みたいなのがあるんで、まあ全てひっくるめて、なんて言ったらいいんだろうな、コントというか、そうエンタメというか、そういうもんなのになぁと僕は思って見ておりましたが、まあ昨日のアメトークもね、非常に面白かったですね。特にブラマヨの小杉の面白いのったらないな、とぼけた目つぶるところとかで、ね、めっちゃ笑ったわ、久しぶりに。なんてことがありましたが、まあね、何でした、その打ち合わせをしてました。そんなこんなで陣内君とで、それを気にしてたんで、ね、気にしてないって言いながら、なんて気にしてないって言いながら、ああいった謝罪動画を出してるのはどうなんだろうっていうのをね、気にしてないからできるんだっていうことなんですけどね。まあそんなことをやっておりましたが、じゃあ本題いきますよ。見ましたですわ。じゃない方の彼女ね。これ何話目？4話目ですね。じゃあ
4話目かね、じゃない方の彼女が、じゃない方の彼女っていうのは、まあそういうことかね。玲子、山下美月さんが、まあ前回ね、前回の終わり際にこう本好きですっつってキスして、雨の中で、でそれもう迷惑だからやめてくんないかっつって、その話をねちゃんとしようって言ったら、こう連絡が取れないとか、まあ体調を崩して休んでて、それ知るまでこう大学の中をうろうろ浜田岳さんが探して、逆にストーカーみたいになっちゃっててみたいな状態で、まあね、散々押されてたものに急に惹かれると、あれどこ行ったんだってなっちゃう。まあそれ、恋愛の駆け引きというかね、押してもダメなら引いてみじゃないじゃないですけども、もうあんまり押せ押せで来るとね、こう避けられちゃうというか、逃げたくなる気持ちも分かります。ある程度押しといて、こうちょっとね、じゃあしばらく連絡を取らずに引いてみようってやると、今度は逆に向こうから寄ってくるみたいなね、そういった駆け引きみたいなもんでね。だからあれですよ、山下美月さんがこう心理学をね勉強してますから、その辺はこうそういった心理学をね、うまいことを使ってやってるんじゃないんですかとか思いながら、まあ蓋を開けてみたら普通にこう体調が悪くて休んでて、でまあ家まで浜田岳さんが訪ねて行っちゃってね。で本当はそこでね、こうね、もう迷惑だからやめてくれと、きっぱりと言おうと思って行くんですけど、やっぱり本人を目の前にしちゃうとね、もうどうも言えないで、ちょっと先生いいですかっつって、また部屋に招き入れるわけですよ。これがね、これはね、あ、これは絶対使えるなと思ったのは、意中のね男性をこう落とそうと思った時に使えるアイテムとしてね、蓋の開きにくい空き瓶というか瓶詰めね、蓋の開きにくいというかね、もう蓋開きにくくなくてもいいんですよ。とにかく瓶詰め、ジャムでも何でもいいです、鮭フレークでも何でもいいです、とにかく部屋に瓶詰めを置いとけば、ちょっとこれ開かないんで、開けてくれるっつってね、瓶詰めを使えばね、やすやすとね、のこのこと部屋に上がり込んで、こう瓶詰めをね開けてくれるっていうことができると思いますんでね、意中の男性がいる方はね、今からでも遅くないです。コンビニでもいいです、スーパーでも行ってね、瓶詰めを一つ部屋に置いておくことをおすすめしますよっていうのは、このドラマを見てて、あ、そういう使い方が瓶詰めはできるんだなと。缶詰じゃダメですよ。最近の缶詰はあれでしょ、パッカンでしょ。パッカンはね、子供でもあげれますから、あれはダメです。缶切り型のやつもだったらどうと、ちょっと微妙だな。でもやっぱ瓶詰めですよ。瓶詰めが開かないのを開けてもらうっていうのが、これ、ね、誰がやりだしたんだ、あれ。ね、誰が、漫画かドラマか何か、あれをね、手伝ってもらえて、それにそのわたくましいわって惚れちゃうっていう、あれを誰がやりだしたんだろうか、ね、それも含めて手塚治虫さんだったりしてね、なんてことを瓶詰めで思いましたね。うん、だから本当に常備しておくといいと思いますけども、あとその前に、ね、奥さんが小西真奈美さんが買い物、娘さんと買い物から帰ってくるところでね、坂道で、坂道っていうのもね、これあれですよ、あれ乃木坂の子じゃないですか、そこちょっとかけてんだろうなとか思いながら、坂道でレジ袋が破れちゃってね、こう果物が転がっちゃったりなんかしちゃって、でそれをこう目の前でね、エコバッグね、安いもんだからこれ使ってくださいっつって渡すシーンがあるんですよ。でお姉ちゃんいい匂いがするねっつって、でまあ人参のくだりとかもあるんですけど、それなんかもうね怖いじゃないですか、相手方のね意中の男性の奥さんに接近してくる、ね、
これはこう最終回に向けてサスペンスドラマのようにねなってくると面白いなと思いながら、僕はあのねこの後どういう展開で、猟奇的なというかね、一家惨殺というか、そういったサスペンスドラマになっていくんじゃないかと思いながらヒヤヒヤしておりましたけど、そんなことはなかったですね。体調崩して寝てるところにのこのことをやってきてね、瓶詰めで部屋に入れて、しかもその晩は大好きな雑煮を作ってくれって言ってたのにもかかわらず帰らずに看病をしてしまったね。これは来週以降ねどうなります。その嘘がもう都合4回嘘をついてるのは、これね なんていうんですか、こう自分の両親の呵責と言いますか、でこうついにね、もう実は申し訳なかった、こんなことをしてたんだって、これね言っちゃったらダメですよ。これはもう墓場まで持って帰らなくちゃいけない案件ですから。だからね、来週以降浜田岳さんどうなるか、これ本当に楽しみで、僕はできればねこうサイコサスペンスのようになってくれるといいなと思いながら見ておりますが、どうなるか楽しみなドラマね。じゃない方の彼女、これは何ですか、 TVer とそれからパラビと光テレビでもやってるそうなんで、見逃しちゃってる方はねパラビでね頭から見るところも本当に面白いですよ。やっぱ浜田岳さんがいいですね。そんなドラマじゃない方の彼女、見逃し配信ぜひご覧になってください。コント瓶詰め、だからあの瓶詰めがサイコサスペンスになったら効いてくるわけです。死体をねこう一つ一つ瓶に詰めてね、ボトルシップのように流してしまうというね、それで証拠を隠滅するというサスペンスのこのねドラマがね、今後どうなるそんなドラマじゃないっつね思いながら見ておりましたがね、ぜひ好きな男性がいてる方はね、家に瓶詰めを常備しといてください。でちょっと手伝ってほしいのっつって瓶詰めを出したらね、男がのこのこと上がり込んで瓶を開けようとしますかっていうのをこのドラマでね学べるのはそこだけでした。そんなドラマです。そんなことを見て思っておりました。あとこのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。